こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、日本アマゾンへの書類提出。日本アマゾン、持ってないから全然関係ないよという会員さんはいいんですけど、まあ、初めに不要品売るのにね、アマゾン使ったり、あるいは、以前アマゾンでね、物を売ったことがあるという場合は、このアマゾンのセラーアカウントを持ってます。この時、アマゾンから、出品アカウント継続に必要な情報の提出についてというのが届いてる、はずです。セラーアカウントあるのに届いてないという方はね、もう一回チェックしてください。あるいは私にご相談ください。で、これね、Amazon のアカウント作って、あるいはね、グローバルアカウントが勝手にできちゃって、何しろセラーアカウントを持ってたら、そのセラーアカウントは完成させて、で、使わないという状態にしとくのがいいです。いらないからって言ってね、完成させずに削除してしまったり、ほったらかしにしとくとね、アカウント、サスペンドになったり赤バンになります。これは、怪しい詐欺行為をする人がね、やることと似たようなことをやるとまずいというのに引っかかりますんでね。なんか無料の情報だとね、グローバルでアカウントできちゃったら削除しちゃった方がいいというのが出てますけど、書類を提出して完成させないでね、削除したら怪しいんで、それ赤バンになる可能性が非常に高いです。そんなわけでね、まあ、他の国のアカウントはまた相談していただくとして、何しろ会社の中で結構多いと思うのは日本の Amazon のセラーアカウントを持ってると。で、販売法に基づく情報提供のお願いというのが来たら、これを情報を提出してください。情報入力はこちらのとこクリックしてね、身分証明書と銀行あるいはクレジットカードの請求書または領収書を提出します。まあ、書類の内容等についてね、わからなければまた確認の、あるいは報告、相談の、連絡をください。お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。